札幌市の北海道大学には午前9時の試験開始を前に、受験生が緊張した面持ちで会場に入りました。北大の前期日程の志願者は去年よりも305人多い5409人で、倍率は0.2ポイント高い2.8倍となっています。受験生は座席の間隔を空けて座るなど、新型コロナの感染対策が取られる中で試験に臨んでいます。 国大によりますと、午前11時現在、雪の影響やトラブルの報告は入っていないということです。前期日程の合格発表は来月8日です。